さてさて、続きましてのコーナーはみんなで歌おう名曲大合唱のコーナーでございます。今回の課題曲はうぐいす、春の訪れを歌ってくれます。今日は皆さんがうぐいすですよ。それでは本日のピアニストをご紹介したいと思います。内田清隆指導員です。ではでは、まず歌ってみましょう。もう少しこの可愛らしさが欲しいのかな。いや十分可愛いですよ。可愛いですけども、とこのほほほけきょ、どうぞ。あのね、もっとうぐいすになってちょうだい。いいですか、なんかどっか七面鳥みたい。じゃあ皆さんちょっといいですか、お手をちょっと、このこんなん普段しませんやん。ちょっとやって、もうそちらのお父さんも男性もみんなやりましょう。なかなかこんなん見ないですよ、これ。ほっ。かわいらしい。ちょっとカメラさん撮ってあげた？かわいらしいよ。かわいいと思わへん？どうなの？かわいいじゃない。いや、どうも、かわいいと思う？思う。みんなこうカメラで撮ってて見てて可愛いと思うんですって。ちょっとね、目の病院行った方がいいよ。じゃあこうしよう、このけきょけきょを可愛らしく歌ってほしいから、梅の小枝でうぐいすは前半は大人チックに歌いましょう。4拍子間出して、この梅の子、わかる？ちょっと大人の皆さん、うん、大人の声、それ大人の皆さん、少女の皆さん、お七変化やね。じゃあ大人チックに梅の小枝はどうぞ。綺麗ですよ。さあ、こっから子供になって、ほほけきょってなんて言ってるの？ほほけきょ、あのね、ほらほら、ここが大人なんですよね。ほほけきょってなんて言ってるの？ほ春が来たよって教えてくれてるって歌ってるんだから、もうちょっと皆さんその気持ちを込めて、ほほほけきょ、そうどうぞ。春が来たよって言ってくれたのが分かります。じゃあ、会話ができるようになってきてる。皆さん、このけあの補給教だけで結局分かるようになってきたから、どうしようかな。じゃあ今日お家帰ってやってみよう。お父さんと、最近ほら夫婦の会話が減ってるって、いろいろ社会問題になってるらしいから、帰ったらお父さんに補給教、負けたらあかん、負けたら何言ってんねやって言われても、そういうところですぐにこう引いちゃうから、うまくコミュニケーションが取れないの。しばらくの間と何やってるんだ言われても、ほけきょ、もう悪ふざけをするんじゃない、ほけきょけきょきょ、もう知らないって言われても、ほけきょ。さあ、おさらい成果発表団の皆さんの登場です。今からみんなでおさらい大合唱ですが、その前に、地域のコーラス団体